サムライ塾のことです。こちら動画ですね、私のおすすめの図書を述べてます。はい、では行きましょう。あなたの会社が90日で儲かる、神田正則さん、フォレスト出版ですね、こちらの本ですね。はい、本当の色はこれですけどね、本当の色はこれです。もう日焼けしちゃってます。はい、では行きましょう。こちらの本はですね、まあ、超おすすめなんですけど、まあ、どういう人におすすめかというとですね、そうですね、これから独立しようというふうに思っている方、もしくは、まあ、独立そうですね、まあ、2年以内の方、まあ、もしくは独立したんだけどもね、まあ、結構独立はしたんだけども、何年もね、もう10年ぐらいはやってんだけども、こう新規顧客、新規です、紹介じゃないです、新規顧客の獲得がなかなかできんぞという方がですね、買われてもう必死に読まれるといいと思うんです、僕はね。なんでかというとですね、まあ、僕自身もね、8年前に、まあ、茨城県日立市の大三町というところですね、まあ、人なし、コネなし、金なしという状況でですね、独立したわけなんですけど、看板もない状態でね、独立したんですけど、こう新規顧客獲得っていうのは本当難しいんですよね、商売の中で一番、ね、だからこう新規顧客獲得さえできれば、商売っていうのは成り立っていくわけなんですよね。でこうなんていうんですかね、こう運悪く、運悪くどっちか分かりませんけど、独立してね、昔のね、こう会社のお客さんをね、例えば、そのまま何人か何社か引っ張ってこれた、その結果新規顧客がなくてもね、商売がなんとかうまくいっちゃってたみたいなね、方が一番危険ですよね。これ僕の実はね、中学の時の同級生にも独立したやつがいるんですけど、一人ね、そいつがまさにその状態になっちゃったんですけど、ね、だから新規顧客獲得っていうのはですね、これはできないと、ダメですからね、基本的にね、だからそういったこうなんていうんですか、新規顧客獲得のためにこの本を買ってしっかりと研究するということを一回やんないとですね、どっかの場面でやっぱりピンチになっちゃいますよね。新規獲得ができなくなっちゃう状態でですね。で僕は独立してね、3ヶ月ぐらいお客人見なかったんですけど、やっぱねこの本読みまして、初めて当たったね広告があるんですけど、その広告はねこちらの本を読んで、でしっかりと学んだ上で作った広告で当たりましたからね、あれで助かりましたから、だいぶ、あ、こういうふうに広告って作れば、あ、見込み客が来るんだな、制約もできるんだなっていうのが分かりましたんでね、だからこの本をね読んで、そういったねちょっと新規顧客獲得に悩んでる方は、マスターしてほしいんですよね。はい、そういうことでね、まあ、超おすすめの新規顧客獲得の本ですね。はい、では以上です。